ブラザー工業、ブラザー工業株式会社、ブラザー工業は、愛知県名古屋市水北縄城町15の一にある電気メーカー。主にプリンター、複合機、ファクシミリ、ミシンなどを製造している。東京、名古屋各証券取引所、第一部上場。社名は口述の遠隔にある通り、安井県吉が創業した安井ミシン商会を、 安井正義ら息子兄弟が継承した際に称号を変更した安井ミシン兄弟紹介に由来し、この兄弟の英語であるブラザーを社名に採用している。売十上ーの90%近く、連結では75%が日本国外であり、日本国内よりも北米やヨーロッパでブランド力が高い。特に双方向けの複合機、ファックスにおいては北米で、 トップシェアを占める。1971年に、シャト高速ドットプリンターを開発。国内の現金自動預け払い機の3割のシェアを持つ。また、ラベルプリンターの創始者で、1988年に開発し、世界シェア1位である。印刷面にラミネートが施される特許を持っている。当時、ブラザー工業の社員だった、酒井隆史と、 UK エイジが中心に開発し、かつてキングジムのテプラを製造し供給していた。他にはモバイルプリンターなど個性のあるプリンターを製造している。タイプライターも世界シェア1位を誇り、1977年からのキーボード開発は高い評価を持ち、ブラザー製の IBM 社のキーボードはプレミアもついている。1991年のキーボードコアラは 世界初のノート PC に採用され、現在は世界標準仕様となった。1987年、NTT と FAX を共同開発。日本国内では NTT ブランドで、日本以外ではブラザーファクスとして展開され、7年連続全米第1位の FAX シェアを獲得していた。1994年2000年。ちなみに開発メーカーなので、 ブラザーのファックスの型番は、ファックスとなっている。ファックス付複合機では、日本国内、全米でも第一のシェアを誇っていたが、近年では、キャノン、ヒューレットパッカードなどにシェアを奪われつつある。家庭用の留守番電話付きファックスを良品計画、無印良品に OEM 供給している。また、独自の技術で、レーザープリンター、インクジェットプリンターを製造できる企業ではあるが、特に、 レーザープリンターは各社と OEM 契約を結び各社とエンジンや本体を供給したりされたりしている。カラーレーザーエンジンも以前は他社からの供給品であったが2007年より自社開発したタンデム方式のカラーエンジンを使用している。レーザープリンターは1987年開発。2000年にユーロでのシェアが第2位となる。小売りで 前代1位シェアも持っている。2003年にインクジェット式の複合機マイミーオを発売。ファクス付き複合機では2010年現在国内シェア第1位となっている。なお、初代のマイミーオに関しては、装置確認41というヘッドに起因する不良が多発したため、修理対応を行った。2008年に発表された新中期戦略。 CSB2012 ではブラザーが取り組む2つの新規事業として、ネットワークイメージングデバイス事業と、ネットワークコンテンツ事業を挙げており、ネットワークイメージングデバイス事業では2009年6月、電子ペーパー、ブラザードキュメントビューアを発売したほか、2005年に開催された、I 地球博で初めて披露した、網膜操作、ディスプレイの小型化を成功させ、 2010年に名称がエスコーターに決定。2011年に実用化された。また、ネットワークコンテンツ事業では、次世代コンテンツ配信システム、i イ i ー,ーを開発。2009年10月に子会社のエクシングが発売した通信カラオケ、クロスの各局配信などに採用されている。国内でブランドイメージの強いミシンについては、家庭用、 工業用ともに世界トップクラスのシェアである。家庭用ミシンの市場が急激に縮小し、大手ミシンメーカーが軒並み調落する中で多角に成功したことが本業の検事にもつながった。また、自動車部品や HDD 製造用の工作機械であるタッピングセンターシリーズ、金型製作や部品加工用の工作機械であるワイヤー、放電加工機も製造している。 子会社のエクシングで通信カラオケ、ジョイスンド、ハイパージョイを製造・販売している。なお、同社ではかつてコンシューマー、家庭用ゲーム機向けゲームソフト、ドキドキプリティリグシリーズやプロレスゲームなどスポーツ関係を制作していたこともあったが、数年前に同事業からの撤退を発表したさらに2009年9月には、同じく通信カラオケ大手のウガを運営する BM を 買収することで、BMB の親会社である優先と合意したことを発表した。また、かつては、家電製品や楽器、電子オルガンを発売していたこともあるが、現在は行っていない、1990年代までに撤退。なお、家電製品の内選択機、ニックネームは、あらたま、掃除機は、自社生産で、テレビ、ビデオデッキは、三菱電機からの OEM 生産だった。 1956年には 70cc オートバイダーリングを販売した。しかし製造ラインが伊勢湾台風で水没したこともあってオートバイ事業からは撤退した。エンターテイメントロボットのイフボットのデザインをしたことからイフボットの衣装券を所有している。そのため2005年に行われた愛地球博では夢見る山のブラザーゾーンものづくり 夢作りブラザーアウトプットファンタジーにて、イフボットを使用したショーを出展した。なお、イフボットの製造は、双葉産業、販売はビジネスデザイン研究所である。2008年冬に開催されたイベントコミックマーケット C75 において、マイミー・オガラキスタとのコラボレーションで企業ブースに出展するなど、多方面にプロモーション活動を展開している。 2011年、改築された名古屋市科学館のプラネタリウムドームのネーミングライツ、命名権を取得し、プラネタリウムドームの名称をブラザーアース、ブラザーアースとした。海外拠点は、以下の国にある、同社が名古屋市に本社を置くことから、在京局のみならず、当然のことながら在名局の番組にも提供している。現在、上記以外では、 レギュラーの提供番組はなく、週替わり、期間限定でテレビ番組に提供することが多い。このため、スポットワーク中心に CM を流している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。